会員の宮春二葉8月3日から1988年6月18日は、日本の会員の宮家出身の旧皇族、陸軍軍人、居合同家、剣道家。会員の宮こと人新郎、第二王子。軍人としての階級は、陸軍少将。全日本巨合道連盟、第二代会長。英典は大訓位高四級。 戦後は功績を離脱し、生を官員都市官員春日都市と名乗った。後に準人と改名した。士官候補生時代学習院初等科を健康上の理由で長期休学し、その後神奈川県立小田原中学校を経て、1924年7月陸軍士官学校を卒業。現代である、この駅兵連隊にて、見習い士官を経て、同年10月。 陸軍騎兵将尉に任官。1932年11月には陸軍大学校を卒業し、日中戦争には陸軍騎兵将佐、北市が方面軍参謀として従軍。この従軍に大使公四級禁止勲章が与えられている。陸軍大学校教官を経て1941年4月新設の総力戦研究所の長考生となり、同年8月には、 陸軍大佐任官、太平洋戦争開戦後の1942年10月には、戦車第5連隊長に捕職。将校の進級は、犯罪、飛行、風紀敏乱などの不祥事による事故ある場合を除き、階級ごとに定められた、実役定年の年数を満たすことによって、次の階級に進むという規定によって行われるので、一般将校は通例規定年数以上の年月を、 かけて進級していくが、皇族は、規定年数通りの最小期間で進級する。そのため、春に王は1945年6月に、同期将校の中で没後進級の例を除きただ一人、普通進級で少々まで進んだ。なお単純に考えると、少尉人間なら、少々までは13年で、進級可能であるが、将校団序列を無視できる皇太子の場合と違い、 陸士、海兵を卒業した後続将校は将校名簿に序列を記載され陸海軍将の人事管理のもとにあるので同期現役将校の階級差は2階級以内という内規の適用によって完全に最短年数の新級とはなっていない1945年8月には戦車第4師団の師団長を心得この師団は本土決戦のため九十九里浜を重点に 千葉県内に配備されており、3個連隊約6000名の大助隊であった。実際の指揮は、霊下戦車連隊長の島田和夫大佐が取ったと、されるが、敵軍の上陸に備え九十九里浜、鹿島灘、相模灘等で準備中に終戦を迎える。終戦にあたり、大正間発の制止並びに停戦隊名の徹底を、岸、天皇の名代として南方に派遣される。 1945年5月20日、父宮こと日と新能の皇居に伴い官員の宮家を継承し、第7代官員の宮となる。1945年11月11日、東国の宮都市彦は敗戦の責任を取るため、皇族の身分を離れる意向であることを表明した。茅野宮常則雄もこれに同調し、また、当時、朝日新聞は、 皇族の範囲を狭めることによって、類の上を一人に及ぶことを全力を挙げて未然に、叫んとする、と、世論も歓迎する方向であったが、春に王が皇族の使命を軽んじ自ら悲下して時世におもねる、ものと発言すると、このような動きに反発する皇族も多く、時の宮内大臣、石渡総太郎も、親戚効果の直去は得られないであろうとの見解を示した。この問題は、 急所発言により一旦決着を見たかのようであったが、翌月には、梨本宮森正夫が、先般に指名されると、天皇、皇族も、戦争責任も免れないことが明示された。さらに、1946年5月23日、GHQ より、皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令が発せられ、財政上、 従前の規模の皇室を維持することは困難となった。日本国憲法施行後から5ヶ月後、皇室会議の儀を経て、正式に11宮家51名の親戚皇家が決定された。1947年10月14日に皇籍離脱、官院春日とと名乗り、皇職追放となる。長田町の本邸跡地を売却した後、東京を離れ、かつての小田原別邸に移住する。 1951年に妹、花子と課長広信伯尺の離婚騒動が起こり、春日都市が手記を発表。1957年には妻の奈子が家出し告白手記を発表して、夫は同性愛者であったと語り、スキャンダルに見舞われた。上級将校には世話係として重兵がつくが、感謝は狭く寝室は一部屋だったため、奈子の隣のベッドで、 春日都市はその重兵と同金し、戦後も三人で生活を送り、夫妻が喧嘩になるとその元重兵がなお子を殴ったという。1958年7月31日に、春日都市は、官員順人に改名し、離婚裁判の上、夫婦は1966年に協議離婚する。その後、春日工業を設立して社長に就任し、 1963年には、東海道本線田町駅前にカスガビルを建設するなど、旧皇族の中では、比較的経済的に成功した一人であったが、1969年には、飼い犬に手を噛まれた結果急に経営が行き詰まったと言われる。箱根の別邸を使ったホテル業にも手を出したが、これも失敗し、別邸は人手に渡った。住居としていた小田原城山の敷地も、 小田原競輪場や小田原女子短期大学に切り売りした。晩年はヨガに傾倒して日本ヨガ協会理事長などを務め、また地方の農業の改革を訴える活動を行っていた農民運動家に協力するなどしていたが、おおむね静かな余生を送った。1988年6月18日、直腸がんのため小田原市立病院で生居。これにより、 宝永七年以来278年続いた、官員の宮家は絶景となった。官員の宮子と人新郎の第二王子で、母は、皇爵三条、耳の娘千恵子。陸軍中将皇爵四条高唄の孫で、明治神宮宮寺、海軍大佐、皇爵一条美輝きの四女、直子を秘とするが、後、離婚。また、直子の姉長子は、 福島宮広義王に嫁いでいる。東山天皇御子助人親王を初代とし、教皇三年から続く官員宮第七代となるが、子はなく、官員宮家は断絶した。ある階級において、現役で勤務した機関。大名など、役職の発令されない、非職機関は、含むが、給食、定食、禁庫以上の懲罰を受けた機関は除く。陸軍では、 小尉 1>, 1年、中尉2年、大尉4年、少佐大佐、各2年など。G 役のカウントは兵に対しても適用されるので、ちなみに、例えば徴兵された兵士が、兵役中の犯罪によって、陸軍刑務所に投獄された場合、その徴役期間は徴兵の服役の年数には、含まれない、官員順人に関するカテゴリー。ありがとうございます。